皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はこれです。アダム・グラントさんのオリジナルズ、誰もが人と違うことができる時代です。もう2年ほど前の本になるんですけども、そうですね、2016年、7月5日、もう3年前ですね。で、今回は、紹介するために読むというよりはですね、私のために読みます。はい。ビジネス、仕事において次の段階、さてどう進んでいくかというのを常に考え続けているところではあるんですけども、そして今そういうタイミングに来てまして、この本を読んで、新しいアイデアを、気づきを得ようと思って読んでいきます。はい。ではいつものように30分でスタートです。ですね、時間早いんですけども、ここで、紹介の方に移ります。2分。はい。今日ご紹介する本はオリジナルズ、アダム・グラントさんの誰もが人と違うことができる時代です。この本を一言で表すとですね、言われてみれば当たり前の本です。この中に書かれている言葉でもあるんですけど、考え方の本になるので、ここに書かれている知識を得て何かやりましょうっていうよりは、自分がやろうとしていること、もしくはやりたいこと、やりたいんだけどうまくできないことっていうのを、行動に移すため、よりよく成功に導くためのヒントが書かれている本だっていうふうに中島は感じました。というか感じてます。そういうつもりで読んでます。今までのようにですね、知識を得るためではなくてですね、本当に思考を整理したい、ここに書かれていることを自分に対しての問いかけとして、それに対して、自分自身がそれをどう答えていくのか、でその中に、答えっていう、その自分の中にある答えを導き出してくれる本だなというふうに考えております。特にですね、良かったのが3つありまして、イノベーターかフォロワーか、あと利益を視点にするとリスクを回避したいという思いが出てくる、最後に共通点を探し結びつける方が楽だと。やっぱこの3つですね。特に私が今仕事として、ビジネスとしてでもそうですし、その地域貢献活動としてもそうなんですけど、やろうとしていることっていうのはですね、イノベーターかフォロワーかっていうのでいくと、やっぱりイノベーティブな部分がすごい多いです。他の方がやってないので、なのですけども、どうしてもやっぱフォロワーというかね、誰かやってたらそれ乗っかろうかなとか、誰かやってくれんだったら俺やんないんだけどなっていう気持ちあったりするところがあるので、やっぱり改めてイノベーターだよねっていうところでやったり、利益を視点にするとリスクを回避したくなるっていうのをですね、どうしてもその収益の話、入場料いくら取るのかとか、お金いくらもらうのかっていうところにやっぱ意識向いちゃうと、もっと上げたいなとか、やっぱそういう風に言ってしまうので、本来自分が何やりたかったのかっていう視点を大事にしていこうというふうに思いましたし、今やろうとしている、もうちょっと続けます。今やろうとしていることはですね、その自治体であったりとか、その相談相手とか、あと、そのお母さん方、クライアントさんになるような人、受講生になるような方々の、その共通点をどう見つけていくかっていうところ、今でも見えてる部分はあるんですけども、そこを改めてやっぱ具体化していくこと、そして言語化していくことっていうので、私がやりたいこと、子育て、子供の笑顔を作るためにはですね、やっぱお母さんの笑顔必要だというふうに考えてます。でもちろん何でもかんでも笑顔になればいいよっていうわけではなくて、そのお母さんらしさ、不安がないっていうのもそうでしょうし、自分がやりたいことをやるっていうのもそうでしょうし、いろいろあると思います。あると思いますけど、やっぱり子供はお母さんを見ていますので、そのお母さんが良くなれるような、そんな環境を作る
こと、そのお手伝いができたらいいなっていうふうに思っておりますので、今、読んだ内容っていうのを生かしてですね、もう一個、形にして進めていこうと思います。はい、ですね、まあいつものように Amazon のリンク、詳細の方に貼っておきますので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。まあビジネス系もそうですし、その新規を立ち上げようとかいう方にとってはとてもいいと思ってます。またですね、ここ横の付箋、縦以外のやつでも残してあるんですけども、この内容についてはですね、ビジネスに関わらず人の仕組み、まあ、心理学的な要素がすごい強いので、この内容っていうのはそのお母さん方に伝えていこうかなと思ってます。一つ紹介すると、物事を変えようと頑張っているのに相手から尊敬されていないことが分かると、怨念の悪循環という火に油を注ぐことになると。要はですね、子供とかですね、まあ家族のことをお母さんが考えてもなんかその報われないということがあると、やっぱり怒りに変わるよねっていうところは、まあまあ全くもってその通りですし、それっていうのはそのビジネス と、家庭とっていうのは実は同じなんですよと、まあ、人がやってることですので、そういった部分についても、お伝えしていこうと思っております。はい、ですね、ちょっと話ずれてしまいましたけども、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。